はいと10月2日夜の地震からもう30日以上も経ちました昨日あなたから頼りがあり手紙の宛先が分かったので急いで話場のことをお知らせします杉浦徹はこう書いていた地震があって5日目に国元の両親や辻や 辻の実家の岩崎家、また西ゴリラ友人たちから見舞いの手紙が来た。ナホもサズを心配しているだろうと思ったが、通信は草野の家人に気づかれないようにする約束なので、ナホから宛先を知らせてくるまでは、手紙の出しようがなかったのである。地震のことはもう知っていらっしゃるでしょう トールは書き続けた。私は中屋敷に着くと、すぐに水谷さんを訪ねました。小平坂学問所は大層なもので、学寮までたどり着くのに、幾度も咎められ、軌道を間違えて後戻りをしたりしましたが、行ってみると、おみさんはいない。三日間の休暇をとった。というので、そのまま中屋敷へ帰ったのです。トールは、 筆を置いて、両手をすり合わせたり、指をもんだりした。国元の中村よりも、江戸の方が、はるかに寒いようだ。焼け跡だらけで、遮るもののない町を、筑波おろしと呼ばれる北風が、ひょうひょうとうなりながら、吹き払ってゆく。通るに与えられた住まいは、勝ち組長屋に近く。 六畳と四畳半二間に勝手があり、井戸は勝ち組の者のと共同であった。幸い、地震で潰れはしなかったが、柱と鴨居が歪み、壁に隙間ができたので、風の日には畳に砂ぼこりがたまるくらい、強く吹き込むため、寒気は一層身に応えた。店舗の大飢饉この方、 の相馬家では反省の立て直しを行い新司法といって家中の侍たちにまで厳しい倹約令があって、極寒の時でも家庭で炭火を使うことは禁じられていたそれも栗元ではさして苦にはならなかったししのぎがたいほどの寒さにはかまどの落とし火と称して 火鉢に火を入れる。それはほとんど公然と行われるようになったが、江戸ではどういう具合かわからないし、その住まいには日よけの備えもないので、トールは寒さに震えているよりしようがなかった。この住まいは、おみさんが用意しておいてくれたのだそうです。トールはかきついだ。 係へ出府の届けに行ったとき、佐伯格野心、並木大六という二人がついてきて、住まいの世話や、仲屋敷の規則などを教えてくれましたが、荷物を解いて一落ち着きすると、並木大六がまた現れ、歓迎の小酒まりをするから来い、というのです。疲れてもいるし、お劫でもありましたが、夕食をどうしてよいかもわからないので、誘われるままに、 並木の住まいへ行きました。主演というより、暴れ酒というようなもので、歓迎どころか、六七人の者のに嫌というほどやり込められました。そんな話は書く気にもなりませんが、我々同年配の人間が、この激しい時世に対して、どんなに強い不安を感じ、苛立っているかということは、国本よりも強く、はっきりと、 現れているようです。十時頃お住まいに帰り、少し酔っていたのですぐにヤグを敷いて横になり、そのまま眠ってしまったのですが、そこへ間もなく地震が起こったのです。後で聞くと、元禄年代にあったよりも大きな地震だったそうですが、トールは書いていた。 地盤の高南にもよるのでしょうか。木地橋御門の外にあるこの長屋敷は揺れこそひどかったけれども、古い小屋敷が二三倒れたほかは幸いに火も出ず、死者は元よりけが人もごく少なかったようです。お城は石垣その他に破損があっただけで無事、車内にある大名諸公の屋敷も大半は倒壊したり焼けたりしましたが、 我が藩の本邸は門と塀が倒れたくらいで大きな被害はなかったとのことです。私はまだ本体へ入ったことがありません。火事が収まってから私は三日ばかり市中を回ってみましたが、どこもかしこも焼け跡だらけでまだ一面に煙がくすぶっており、倒れて焼けた家のために狭くなった道は 避難していく者や、知人を探し回る人の群れが、列をなして行き交い、親を求める子、子を呼び歩く親など、見ていて、胸の痛むことばかりでしたし、どの川、どの堀にも、男女の区別のつかない死体が浮いていました。トールは、そこでまた筆を置き、しばらく両手の指をもんで、小声の猿るのを待った。 圧死。または、消失した者が、男女合わせて8000から1万人近く、けが人が3000くらいだと言われますが、実際の数はわからないでしょう。また、水戸家の藤田東子という人が、倒れた屋敷の中で圧死したそうです。今月になって、市中に、世がゆのお救い小屋もでき、今では一応、 市民も落ち着いたようです。と、彼は筆を進めた。私も学問所へ通い始めました。高下3年の火事で学問所や学寮は焼けたそうですが、今度の返済では土塀が崩れた程度でした。校舎も学寮もまだ新しく、二度ばかり水谷さんを訪ねましたが、学寮長の部屋は二間続きで、 ななどもも立派なものでしたし、た少年の寮生がついていて水谷さんの世話をするという具合でした私が出布した夜つまり地震の時に水谷さんは海へ夜釣りに出ていたそうです3日目に中屋敷へ見えましたが沖で津波にやられもう少しで溺れるところだったと笑って話しておられました 同じ夜、本邸と中屋敷の者とで七人、行方不明になったそうです。多分、抜け遊びに出て何に会い、変身したのだろうと言われていますが、侍や老人で身元のわからない死者がだいぶあったそうですから、そんなところかもしれません。それから、七人の家族にはお咎めが出ました。そこまで書いたとき、 戸口で、トールを呼ぶ声がした。おい、杉浦、起きてるかと、その声が言った。ちょっと、ここを上げておくれ。俺だ、並木第六だ。トールは、ちょっと眉をひそめた。明らかに酔っている声で、困ったなと思ったが、トールは、やむなく返事をして、立ち上がった。雨戸を開けると、 強い酒の匂いがし、第六ともう一人の者が入ってきた。小柄な体つきで脇差しだけしか刺していない。トールは中の四畳半へ通し、六畳から暗鈍を持ってきた。第六の連れが頭巾を脱ぐのを見ると、若い女であった。衣服も男物のように地味な柄だし、袴も男物。 そして髪も男のようにきりっと大田さにゆっていた。トールは大六の顔を見た。げはないか。と大六が言った。ないだろうな、ここには。じゃ水をもらおう。大六は上体をぐらぐらさせ、無遠慮に酒臭いお首をした。トールは湯のみを出して勝ってゆき。 水をついで戻った。この人は、湯のみを受け取りながら、大六は女の方へ頭を振った。松崎、かのごさん、小達の名手だ。女が、トールに木礼をした。上品流の小達だ。大六は、水を飲んでいった。越前、福井藩の人だ。トールは、自分の名を告げた。もう一杯。 第六はのを突きつきけた。トールは言われるままにまた水を持ってきてやったさて用件だがと第六は2杯目の水を一息にあおってから言った実はしさやって松崎さんは今居所に困っているんだ詳しいことは言えないが恋犯の目から隠かれていなければならない それでしばらくの間、かぐまってもらいたいんだ。ここへですか他にはないんだ。と、第六は言った。杉浦には、おみさんという盾があるし、家事の世話をさせる女を雇ったといえば、怪しむものもないだろう。それはダメですね。トールは、穏やかに答えた。私もこの通り若いし、火事の世話をすると言っても、 こんなにお若い方では、周りが許さないでしょう。いや、そこは大丈夫。佐伯さんと相談してあるんだ。トールはたまった。つまり、こうなんだ。大六は酒臭いお首をし、持っている湯飲みを撫でながら言った。松崎さんはね、佐伯さんが口を聞いて、ここへ雇い入れた。ということにする。佐伯さんは中目付だから、 疑うものはありゃしないよ。困りますね。トールはそっと首を振った。私は結婚したばかりの妻が国元にいるし、国のものは男女関係には非常にうるさいんです。並木第六は湯のみを畳の上へ置いた。トンと音のするほど荒い置き方であった。始めるな。そう思ってトールは、 松崎かの子を見合った。自分で辞退するか、大六をなだめるかするだろうと思ったが、彼女はきちんと正座したまま、まっすぐに前を見て、黙っていた。すげえおら、お前、今がどんな時代だか知っているかと、大六は開き直った。国に新婚の妻がいる。男女関係は人の口がうるさい。そんな個人的なことなんか、 我々の当面している事態に比べれば、三門の値打ちもありはしないぜ。一体杉浦は、と、第六は、声を高めて続けた。自分を何だと思ってるんだ私はただ、若い夫人を預かることはできない、と言っているだけです。自分さえ良ければ、いいと言うんだな。トールは、答えなかった。第六は、 ご表紙ほど透を睨んでいたが、急にヘラヘラと笑い出した。おい、そう無気になるなよ。と笑いながら大六が言った。俺もつい荒い声を出したが、本当に松崎さんは困っているんだ。突然こんなことを頼むなんて迷惑だろう。俺たちも、 他に適当なところがあれば頼みはしないが、どうしてもここより他にないから来たんだ。迷惑だろうが、事情を察して、すまないが、しばらく置いてあげてくれ。本当に困るんだから。の、頼むよ、杉浦。お断りします。トールは静かに答えた。私はまだ部屋住みでもあるし、学生に過ぎません。自分自身が、 水谷さんのお世話になっているんですから、そういう責任のあることを引き受けるわけにはいきません。大六は目を細めた。こんなに頼んだもか。と、大六は言った。トールは黙っていた。大六は下唇をぐっと噛んでから。おい、杉浦と呼びかけたが、その時初めて松崎かの子が口を聞いた。 帰りましょう、ナミキさん。と、彼の子は言った。その声もまた男のように太くカサカサしていた。しかし、あサキさん。いいえ、杉浦さんのおっしゃることはもっともです。と、彼の子は続けた。承知をなさるなら、はじめからお断りにはならないでしょう。部屋積みで人の世話になっているから。 無責任なことはできないというのは当然です。私はお庭の片隅でても夜を明かしますから。言いかけて彼女は急に口をつぐんだ。並木第六が見ると、彼女は郊外の方へ目くわせをし、置いてあった脇差しを左手で取った。郊外に人の気配がし、低い囁ささき声が聞こえた。 だから、言うんだよ、杉浦。第六が大きな声で言った。国元の中村には女郎屋さえないと言うじゃないか。焼けた天守閣も立てず、領民大臣のご政治は立派だ。どこの国に天守閣のない城があるか。これだけでも我が藩は。その時、戸口で人の声がした。杉浦さん。 おられますかトールは二人を見て立ち上がった。玄関へ出て行くと、バンと印のあるちょちんを持って二人の足軽が立っていた。私は杉浦です。それはですが、と一人がえしゃくして行った。この屋敷内へ他藩の者が潜んでいるというので、今、邸内を改めているところです。 こちらにそういうものはあおりませんか第六が出てきた。なんだなんだ。彼は不自然によろめき、酔った声で乱暴に怒鳴った。気持ちよく飲んでいるところへなんだ貴様たちは何者だ万のものです。そんなものを呼んだ覚えはない。第六はまたよろめいた。万のものなら万をするがいい。 それとも、俺たちの酒をねだろうというつもりかいや、今杉浦さんに申し上げたところですが、このお屋敷の中へ他班の者が、わかってる。今聞いた。第六は、うるさそうに手を振っていった。聞いたことは聞いたが、それを口実に上がり込んで、飲もうと言うんだろう。冗談はよしてください。万の者は、 とがった声で言った。いかに身分が低くとも。人に酒をねだるほど、ましい根性はありません。じゃあ、本気でやさわしでもしようというのが杉浦さん。もう一人の男が呼びかけた。私どもは、今お住まいの中で、人声を聞いたように思うのです。あなたがご主人ですから伺いますが、不審な者がいるなら、 どうか隠さずに、そうおっしゃってください。はっきりしたお返事がなければ、支配に届けて、やさがしということになるかもしれません。よそがしをさせろよ、杉浦。と、大六が笑いながら言った。それではっきりするじゃないか。不審な者はいない。と、トールは答えた。並木と話していただけだ。もちろん、疑わしいところがあるなら、その役目の者が来て、 やさがしをするがいいだろう。私の方は少しも構わない。間違いはないでしょうね。間違いはない。万のもの二人は去っていった。トールは高い断崖の淵でも歩くような非常に不安定な混乱と恐怖を感じていた。彼は並木や松崎かの子には何の縁もない。 なみき第六はむしろ迷惑な人間であるし、松崎かの子が何のために追われているかも知らない。そういう人をまだ部屋済みの身であるのに、主家の役人を欺いてかくまうような結果になった。どうしてこんなことになったのか。どうして事実を告げなかった。万のものに答えながらも、 心の中で彼は迷った。これが分かったら、ただでは済まない。一生の問題だぞ、と思った。けれども、事実は言えなかった。奥に松崎かの子がい,い、戸口に追う者がいる。両者の間は二十尺と離れてはいないのだ。たとえすぐ出て行ってもらうにしても、その場で家の中にいるとは、 どうしても、言いかねたのであった。よくやった。座へ戻ると、大六が言った。さすがに杉浦だな。俺からも礼を言うぞ。かの子は、黙ってえしゃくした。しかし、このままではダメだ。と、トールが、静かに言った。彼らは話し声を聞いている。きっと引っ返して、矢探しをすると思う。大丈夫だよ。 支配は佐伯さんじゃないか。よし、そうでないにしたところで、よほど重大なことでない限り、侍の住居をむやみにさ探しなどできるもんじゃない。くよくよするなよ。支配は、佐伯格之進。中滅契約の佐伯。トールは、漠然と罠を感じた。罠とは、どういう罠だ 佐伯がどうして自分などに罠をかける。政治的な派閥にも関係していないし、誰かに利用されるような身分でもない。こんな俺にどうして罠を仕掛けるか。馬鹿なことを考えるな。と、トールは心の中で首を振った。ヤグは客用が一組ある。トールは表の四畳半に寝、ね、中の四畳半を間にして、 かの子は奥で寝ることに決まり、並木第六は糸間を告げて去った。あんまり、堅苦しくすることはないよ。去るときに第六が言った。松崎さんは赤いり娘じゃない。告示のために見落としている女上部だ。男のつもりでいればいいぜ。並木が去った後、 トールは書きかけた手紙を片付けてから寝た。心配したさ探しに来るものはなかったし、監視されているようにも感じられず、手内はひっそりと静かにふけていった。明るい朝、物音がするので目を覚まし、出て行ってみると、かのこが勝てでかまどを焚きつけていた。かのこは、 かぶっていた手ぬぐいをとってあいさつをした。髪をといてひとたばりにし、せなかへたらしている。それだけでも女らしく変わっていたが、あいさつをする見ごなしや声にも、昨夜のギスギスした男のような感じは少なくなっていた。かっての外はまだほのぐらかった。 食事の支度には通ってくる者がいますから、どうか構わないでください。先ほど人が見えまして、と、彼の子が答えた。通いの者の,の方は断ったから、私がするようにとのことでございました。断った誰がです多分、並木様だと存じますけれど。水事を頼んだのは足軽長屋の者で、 中沢京介の母親テルという60歳ばかりの老女であった。食事と買い物や拭き掃除、その他縫い物や洗濯など同じ長屋の者のに頼んでくれるという約束もしてあった。しかしあなたは、と彼は口ごもりながら言った。のようなことがあったのに、ここにいて疑われるとは思いませんか あなたさえご迷惑でなければ大丈夫だと存じます。トールは曖昧に頷いた。彼女は水を汲んでおいたと言い、彼のために洗面の用意をしてくれた。肩を張ったような風もないし、卑屈な感じもない。長くこの家に居着いたもののように、動作は自然でごく落ち着いたものであった。食前には、 いつもの麦飯と味噌汁、漬物の他に焼いた干物に海苔が添えてあった。朝からそんなに贅沢にしたことはない。彼は干物には箸をつけなかったが、飯のまずいのに並行した。水加減を誤ったのであろう。全体が粥のようで、麦は生煮えだった。 彼は給仕を断ったのを幸い。軽くつけた一杯の飯を我慢して半分だけ食べ、残ったのを保護紙に包んで、登校する途中で捨てようと思った。常の日より半時も早く、トールは支度をして屋敷を出た。風はなかったが、曇った寒い朝で、どこの屋根もまだ霜で白かったし、 道には下柱が立っていた。学問所へ行くには、駿河台の下を昌平橋へ抜けるのが順路である。屋敷を出た通るは、五六町行ったところで、後ろから呼び止められた。その辻あたりで、たもとにある保神包みを捨てようと思っていたところだから、彼はちょっとドキッとした。掘り返ってみると、 呼び止めたのは、老人風の男で、着流しにせったばき、深い網傘をかぶっていた。驚いたようだな。男は近づいてきて言った。こんな学校だからわかるまいが、俺だ、安方伝八郎だ。通るは黙って相手を見た。傘のまま失敬するよ。と、安方が言った。 歩きながら話そう。安方の身なりやその言葉で、この男も追われているな、と、トールは思った。松崎かの子の現れた直後だからではなく、国元で別れる前に見た彼の荒れ方や何かを暗示するように叫び立てたことなどが、すぐ頭に浮かんだからであった。今、 ここにいるんだ。後で見てくれ。安方は小さく折った紙片を渡した。かいつまんで言うが、我々の計画は挫折し、同志のものは捕らえられた。トールは黙って歩いた。俺だけは危なく逃れて江戸へ来たんだが、こう言えば察しがつくだろうが。実は金に困ってるんだ。金のことなら私には無理だ。 わかってる。と、安方は遮って言った。杉浦の小遣いなど、せびっとってたかが知れてるし、そんなちっぽげな気持ちで、お前を待ち伏せていたんじゃないんだ。私を待ち伏せていたって今朝、暗いうちからだ。金のことでか。お兄さんに頼みたいんだ。安方は咳込んだ。声も風声だし、 歩きながら、たもとから、くしゃくしゃになった髪を出しては、しきりに花を噛んだ。俺が、じかに会えればいいんだが、追われている身だからそれはできない。と、安方は続けた。杉浦は、あの方のお気に入りだし、学問所で自由に会えるだろう。それで、お前から、頼んでもらいたいんだ。トールは、ちょっと考えたが、 断っても聞くまいと思ったので、とにかく承知した。取り継ぐだけは取り継いでみるが、どのくらい利用なんだギ百両。とりあえずだ。トールは振り向いて、安方を見た。おい、誤解するな。と、安方は、むっとしたような声で言った。これは、俺が飲み食いをする金じゃないぜ。酒を飲んだり。 優等するための金じゃない。王政復古という大事を達成するために、神明を投げ打って奔走している同志たちの、その時二人の後ろで、その二人、ちょっと待ってください、という声がした。安方は刀の塚に手をかけ、トールは静かに振り返った。すぐ後ろに三人、一人は四十年配で、 みなりを見ると、ち方よりきらしい。他の二人は、おそらく、同心だろう。トールが、そう思うより先に、安方が、身を翻して逃げた。童心と見える二人が、待てと、叫びながら追って行き、トールは、そこに立っていた。残った侍は、トールの様子を見ていて、それから、穏やかな声で聞いた。 どこのご飯中ですか中村藩の杉浦徹という者です。私は町方よりきの野村伊兵衛と言います。かかり違いで失礼ですが、ちょっと二三お尋ねしていいでしょうか徹はどうぞと答えた。これからどちらへ行かれます昌平坂の学問所へ行きます。私はそこの学生です。 お持ちになっている包みは、書物と筆記です。拝見できますかトールは風呂敷包みを差し出した。ようやく人の往来の目立ってきた路上で、こちらを見る人たちの不審そうな顔に気づき、トールは自分の顔が赤くなるのを感じた。野村というよりきは、書物と筆記を入念に調べた。 それから、元のように包み直して、トールに返し、今、安方が逃げて行き、二人の同心が追っていった方を見合った。今の男は何者ですトールは、ほんのちょっと迷った。事実を告げることが、なんとなく、後ろめたい感じだったのだ。けれども安方は、すでに藩から脱走し、おそらく、 使命で追われていることだろう。ここでかばったところで何の役にも立つまい、と考え直した。国元の同課長です。トールは安方に対する反感を表さないように努めながら知っていることを語った。信村は無関心な表情で聞き返した。今日お会いになったのは、 打ち合わせの上ですかいや、途中で呼び止められたのです。何か用があって。金を貸せと言われましたが、私は学生ですし、そんな余裕もないから断りました。そこへ、あなた方が来られたのです。彼の住所は、お分かりですかトールは首を振っていった。言葉が、喉でかすれるように思えた。 知りません。お手間を取らせました。野村は目をそらしながら目霊をした。役目ですから悪く思わないでください。それとことによると、かりの方でお屋敷へ伺うかもしれませんが、いらっしゃるのは神屋敷ですか中屋敷。木地橋外の中屋敷にいます。失礼しました。 信ぶは辞儀をした。学問所へ行ったが、元とおみには会えなかった。いやつきの寮生がいて、朝早く出かけたといい、おそらく今日は帰らないだろう、と告げた。にはらじゅうざぶろというその少年は、ちょうど伸び盛りと見え、背丈ばかりひょろひょろと高く、顔から首までニキビだらけだったし、声変わりで、 言葉つきが変に耳障りだった。もし一挙な御用なら、と少年は大人ぶった調子で言った。居所の見当はついてますから、内緒でお教えしてもいいですよ。また来よう、とトールは答えた。たまり部屋にはもう三四十人の学生が来ていた。中年の老人もあり。 頭を丸めた者や、昇華の人間らしい者も,もいた。トールは板べりに近いところで座り、たもとから紙幣を取り出した。それは、安方伝八郎から渡されたもので、彼は四つに折ってある紙をそっと開いて見た。そこには、神田、岩井町二丁目、寿司銀二階、小安第八、 まずい首席で書いてあった。トールはそれをよく覚えてから紙を細かく引き裂き、たもとの中から別の紙包みを出した。それには朝飯の残りが丸めてあり、彼は細かく裂いた紙片を一緒に包んで、またたもとの中へ戻した。顔見知りの四五人の学生がトールに挨拶をし、 奥田、うねめという青年が、そばへ来て座った。うねめは白川藩士で、学長の佐藤一歳のまな弟子であり、通るとは入学した時からの最も親しい友達であった。佐藤先生のことづけなんですがね、うねめは、頬の赤い丸顔に、静かな微笑を浮かべながら行った。 ここだけでなく、先生の塾の方へも来るように、とのことなんですが、いかがですかさあ、トールは戸惑った。私はまだ入学したばかりですし、もう少し勉強してからでないと。先生は、こう言われるんです。と、うねめは言った。受学の技量は、吟味の成績で分かった。その方は、改めて勉強する必要もなし。 必要があったにしても、それだけでは将来の役には立たない。佐藤塾で教えるものと合わせて学ばなければ、もはや学問をするという意味もない。と言われるのです。トールは考えてから答えた。打ち明けて言うと、私は反の旧非正のようなもので、学問所以外のことは許しを受けないと何もできないんです。相談をしてからでなければ、 なんとも言えないんですよ。うねめはまた微笑しながらうなずいていった。では相談をしてみてください。先生にはそう申し上げておきます。うねめが立ち上がったとき、行政が講義の始まることを知らせにき、学生たちは立って廊下へ出た。青こぶというあだ名の教官がサし伝の講義をした。文庫の下りで、 二三のものを別にした学生全部が退屈し、隅の方ではやき声で雑談をしているものもあった。ドルも講義は聞いていなかった。ぬかをどうするか。元海に話せばどちらかに決めてくれたであろう。置いてやってもよければ、今のままでも構わないが、断るとしたら元海が声をかけてくれない限り、 どうにもならない。並木第六や松崎かの子の態度を見ると、彼の力などではどうにもならないということがはっきり感じられた。俺は偽証した。万の者に向かってそういう者はいないとはっきり言った。万の者二人はその通り報告したことだろう。これはもしもかの子が囚われて事実が 救命されるようなことがあれば、偽証の罪に問われるかもしれないのだ。トールは罪そのものよりも、偽証という言葉のいやらしさに胸が悪くなった。五人の教官の講義を聞いて、学問上を出たのは午後三時過ぎであった。空はやはり曇っていて、強くはないが北風が吹き出し、 道の土は朝のまま固く居てていった。安方はどうしたろうトールはひじり坂を降りていった。焼けた町はネズミ色の萌屋に包まれ、小屋を建てたり、焼け跡を片付けたりする住民たちの活気のある声や土の音、釘を打つ音、絶え間なしに行き来する。 車や馬でにぎわっていた。トールは強い刺激的な空気の匂いにむせた。ネズミ色のもやだと見えたのは風に舞い立つ灰だったのだ。霧のように細かい微粒子になった灰はわずかな風にも舞い立ち、焼け跡に特有の刺すような気なくさい匂いとともに街を 追うのであった小平橋の脇の空き地に、せがゆをする小屋があり、小事記のような姿をした人たちが、むしろを敷いて座ったり、乏ぼしい焚き火を囲んだりして、せがゆの始まるのを待っていた。老若も、男女の区別もほとんどわからない。ボロの重ね着をし、破れ傘をかぶり、放かぶりをして、 一段ずつ固まって立ったり座ったりしているが話をするでもなく憔悴した無表情な顔でぼんやり足元を見つめたりどこを見るともなく空を眺めたりしていたおじちゃん一番遅れたもとを引いて呼ばれトールが振り返ってみると五つばかりの子供が彼を 見上げていった。おら、腹が減って、しようがねえんだ。